ピョートル・アレクサンドロビチ・オリデンブルクスキー公爵は、ロシアの貴族。ドイツのオルデンブルク大公国の公使で、ドイツ語名は、ベーター・フリードリヒゲオルク。ロシア皇帝ニコライ・ニセイの妹オーリが、アレクサンドロブナ大公女の最初の夫であった。ピョートルは、アレクサンドル・ペトロビチ・オリデンブルクスキー公爵と、その妻のロイ・ヒテンベルク公爵令女、エブゲニア・マクシミリアノブナ・ロマノフスカヤの間の、 一人息子として、サンクトペテルブルクで生まれた。母は、ニコライ一世の長女、マリア・ニコライブナ大公女の娘、父は、パーベル一世の四女エカテリーナ・パブロブナ大公女の、孫息子で、両親ともロシア人として生まれ育った。ピョートルは、家族からは、ペーチャの愛称で呼ばれた。ピョートルは1900年、皇帝ニコライ二世の末の妹で、14歳年下の。 また10枚に当たるオリガ・アレクサンドロブナ大工場と交際するようになり、翌1901年にオリガにプロポーズした。おそらく、ピョートルは野心的な母親エブゲニアの要求に従って、プロポーズに踏み切った。オリガもまた、ロシアに暮らす親族と結婚すれば、外国宮廷に行かないままで、母のマリアフィオード・ロブナ皇后から独立できるという利点に惹かれたらしく、 このプロポーズを承諾した。二人の結婚の告示は1901年5月に行われたが、皇帝一族は女性に全く興味を示さないピョートルがオリガと結婚することに非常に驚いた。ニコライ2世の諮問委員会、オリデンブルクスキー家、ロシア内閣が協議の上で二人の婚前契約を結び、オリガは結婚後も皇帝から10万ルーブルの年金を受け取ること。 またある基金に預けられた100万ルーブルを好きに使って良いことが取り決めされた。ピョートルとオリガの結婚披露宴は1901年8月9日に行われ、二人はそのままボロネジ近郊にあるオリデンブルクスキー家の領地を訪れた。しかしピョートルはギャンブルでの浪費に関することで父と抗論し、この訪問は不愉快なものになった。ピョートルはギャンブル好きとして有名であった。 彼は妻オリガにねだって出してもらった金をギャンブルに注ぎ込んだ。1901年の秋、夫妻はフランスのビアリッツへ本格的な新婚旅行に出かけたが、ここで使っていたホテルが火事に見舞われて所持品の大半を失った。ロシアに帰国すると、ピョートルとオリガは皇帝から送られた首都のセルギエフスカヤ通りリ46番地にある宮殿並みの200もの部屋がある。 大邸宅に住んだ。ピョートルとオリンガは、性交症の全くないまま結婚生活を続けており、またピョートルは、家族や友人たちから、同性愛者だと信じられていた。結婚から2年後、オリガは、騎兵将校、ニコライ・クリコフスキーと出会い、彼と恋に落ちた。オリガは夫に離婚してくれるよう頼んだが、ピョートルは、離婚を拒んだ。しかしピョートルは、クリコフスキーを、 自分の副官に任命し、彼を自分たち夫婦の家に住まわせた。結局、ピョートルとオリガは1914年に別居し、第一次世界大戦中の1916年10月16日に二人は正式に離婚した。その翌月、オリガはクリコフスキーと再婚した。1917年にロシア革命が起きると、ピョートルは両親と一緒にフランスに亡命した。 ピョートルは1922年にオリガラトイコールログノバという女性と再婚したが、この結婚でも子供は生まれなかった。ピョートルは1924年、ビアリッツで亡くなった。ウィキメディアコモンズには、ピョートル・アレクサンドロビチ・オリデンブルクスキーに関するカテゴリがあります。ありがとうございます。